9回に意地を見せてサヨナラ勝利、最後は村松が中義比で決める、とは一体どのようなことなのだろうか。後半戦を阪神に3連敗してスタートして借金が増えていたところだが村松が流れを変えてくれた。開幕当初から結果を出していたが前半戦途中に怪我をして離脱をしていた。昔の成績と名前で起用されている中田翔や中島よりも今結果を出している村松や福永、田中美希や、そしてカリステなどを我慢して起用することができるか立浪采配に注目したいです。中日がサヨナラ勝利で、同一カード3連勝を飾った。2対2の9回1死3塁、1番、村松が、5番手、山本の129キロ変化球を弾き返して中義比、3塁走者のカリステが、タッチアップでホームに頭から滑り込み、劇的勝利を飾った。試合は4回までに2点を奪われる苦しい展開だったが、1対2で迎えた9回1死、岡林が4番手、木澤からサゼンダを放ち、出塁すると、途中出場のカリステが右翼線への敵地三塁打で得点とした。粘り投する投手陣の姿に奮起した打線が、終盤に意地を見せた。1番村松にしたのは驚いたけど、肩が強くなくてもショートができることも村松の最低限を支えるバッティングや走塁技術の高さも、全部分かった上で抜擢した判断は正しかったと思う。なんだかんだ去年35試合もショートで起用してるからね。村松がショートを勝ち取るのを辛抱強く待ってたのは立浪だったと思う。期待に応えつつある村松はすごい、投打が噛み合ってきたように感じます。このカードではとても良い内容の試合運びができました。これで首位と8ゲーム差まで縮まりましたが、中日の逆転優勝の鍵は先発投手、高橋宏としか勝てないという状況から松木大が出てきて梅津も良いピッチングをしている。ここに小笠原や福谷、根尾、大野が続いていけると勝率は格段に上がっていきそう。さすがに今日は負けたと思った。8回押し出し1点差の2アウト満塁でキャッチャーフライで終わったかと。9回裏で1アウトでほぼ決まったかなと思ったら、岡林選手に当たりが出てきてのヒット、カリステ選手の3ベース、岡林選手の俊足が生きた土点で流れ抜きたね。ドラゴンズあるあるの土点止まりを村松選手が見事にサヨナラに正打を打ってくれた。三立ておめでとう。やっぱり村松がいる以内でだいぶ違うね。ロドリゲスやリュークの時は勝てる試合でも落とす試合が多かっただけに、今のドラゴンズのショートは村松が一番合っている。1番村松、2番福永はハマってきているから、明日からもしばらくはこの3連戦と同じスタメンを継続してください。1番村松でチームの雰囲気が変わった。2番福永もいいね。4番に中田翔がいないのは寂しいが、カリステ、中田翔がスタメンから外れている。4打席立って結果を残すタイプ。なんとか頑張ってほしい。しかし1番頑張らなければいけないのは4番の細川。彼が打てば勝てる試合は増える。今日はよく勝ったな。梅津が2失点するも粘って7回まで投げたのが大きいように思う。ここ3試合については村松が復帰して早くも結果を出しているのも大きい。結果を出してる選手、調子のいい選手をどんどん起用してほしい。後打順はコロコロ変えないで、特に上位打線、スタメンメンバーや打順を大きく変えていないのが吉。これまで、それぞれの選手がそれぞれの立場で何をすべきかを考える機会がほとんど与えられていなかった。現時点では得点能力はまだまだだけど、必ず大吉につながる。まあ、よく勝ちましたね。若い先発投手2人を中心に連勝したのに、相手に先制点を取られたら負けていては、なかなか5割に近づかないですから、とりあえず、久しぶりのマツダスタジアム、最低でも勝ち越してほしいですね。相当無理して試合に出場しているであろうから他のごぼう邪魔やしたちより打席での崖っぷち、悲壮感が半端ない。腹をくくったからには頑張ってもらいたい。やはり村松くんの存在は大きいね。あとはクリーンナップでしっかり返せれば、あと岡林くんも状態が上がってきたね。さあ得意のカップ戦で連勝を伸ばそう。さすがは村松、頼りになる。ただ怪我明けなのでくれぐれも無理はさせないような配慮は必要と思う。1番村松、2番福永、3番周平はしっかり機能している。ここはしばらくは固定だな。カリステはちょっと熱中症気味だったのかな。湿気のある日本のつさに、カリステやライデルのカリビアンでさえも体調管理は大変そう。よく出塁してるし。1、2番がよく機能してますよね。村松、福永は将来的にはクリーンナップも期待したいけど、今はこの1、2番変えないでほしいですね。まさかのヤクルトを3立て、ヤクルトに負けようとしているようにしか見えなかった今シーズン。今回はヤクルトがひどすぎた、ということのように思いますが、それでも嬉しいです。次もお願いします。村松ってああいう場面は期待しちゃうんだよね。多分今のドラゴンズの中で一番期待できるのかも。去年のイメージがあるからかな。終盤の村松くんには期待できますね。さよならでよかった。
8回の細川と中田は大反省してください。3立てで来てよかったです。よく逆転したと思う。岡林が機能し出せばもう少し点が入る。カリステ、村松、よくぞ打ってくれました。いいぞドラゴンズ。昨日死球で一人交代させて、今日アクシデントで降板し、急遽変わった投手からバタバタと点取って気の毒なヤクルトに3立てして喜んで引っかかるわ。離脱の期間ミニキャンプしてたんだろうなっていう内容。守備も走塁も打撃もレベルアップしてる。初戦の一塁到達の速さを生かした内野安打、2戦目の広角に打ち分けるバッティングと試合を締めくくる好守備、3戦目の初回の失点を防ぐ好守備と2四球とサヨナラの犠牲フライ、村松のポテンシャルの高さを見せつけた3連戦だったと思う。今日8回に細川が三振した時点で負け覚悟しましたが、板山が冷静に押し出し四球を選んで1点、その後中田の凡打で今日は負けかと思い速報も見てませんでした。試合結果見てびっくり。今日の勝ちは大きい。梅津も2点取られたけど7回までよく頑張った。救援陣も0点に抑えてくれました。そして林、カリステ、村松ありがとう。村松復帰から3連勝。この3連戦の初回は全て1、2番が出塁、その後点が取れたのは初戦の細川の内野ゴロ間の1点のみ。ここでもう少し点が取れるようになれば大型連勝も夢ではないと思う。村松の2比はよく決めてくれました。最低限の仕事とよく言われるが、上等高打点の最近では簡単ではないこと、他のチームを見てても思います。しばらくはこの1、2番で林は8番でいいと思います。去年の木浪みたいな活躍してくれたら、あそこでサヨナラ勝ちしないとまた苦しくなると思ってたから村松がよく決めてくれたよ。もう半分諦めてたからカリステがライト線に打ったとき一気にボルテージが上がってしまった笑い。しばらくはこのスタメンでいいんじゃないの。なんか流れがいいようなリカーソン次第でカリステと入れ替えるぐらいでいいよ。中田もしばらくは切り札的存在でね。ベンチに入れておいたら活躍しそうな選手は2軍にも結構いますがね。全然打てそうにない選手を長いことベンチに置いてたのは監督さんですよね。将棋と一緒で、どんな良い駒を持っていても使い方を誤れば失敗するし、たとえ夫婦であっても上手に使えば大きな働きをしてくれますよ。この勢いを失わないように適材適所の見事な采配を発揮して上を目指して頑張りましょう。村松や福永がこの3連戦良かったと思う。昨日の勝ちも周平の前に福永の進塁打があってこそ、周平の時に内野前進守備で打球が抜けた。今日は藤島がピシッと締めたのも良かった。橋本は怪我から復帰してからは怪我前よりも三振が取れなくなってないだろうか。本調子でないなら2軍で石森頑張ってそうだから交代させてもいいかも。来年もあるし変な感覚のまま行かない方がいい。カリステありがとう。体調を崩して心配していたがさすがです。カープキラカリステがカープ戦の前に戻ってきたのは大きい。カープも3立てしたい。村松が1軍に戻ってきて素晴らしい活躍をしている。自らの手でスタメンレギュラーを勝ち取った。打撃守備も格段に進歩しているのがよくわかる。ヤクルトキラー村松ありがとう。これでオールスター後のスタートラインに戻った。このからが勝負だ。カリステと村松に拍手だ。発熱上がりや故障復帰選手に遅れを取る選手たちよ、己の立場を見直せよ。君たちやカリステ、村松選手が一丸になればクライマックスシリーズも夢じゃない。監督、スタメンは今のままで良いよ。中田翔は代打要員で睨みを聞かせておけば良い。オールスター明けの3立て気持ちいいですね。なんだかんだで立浪監督が見立てた選手が活躍し始めましたね。今まで球団が若手を育てなかったのが近年の成績に比例してます。いろんな意見ありますが、やはり監督の笑顔が見たい。まずは A クラス目指しましょう。村松は大したもんだ。点を取るのはヒットを打つより難しい。あの場面で犠牲フライ打てないもん。ドラゴンズの選手はほとんど打てないもん。昨日もリカーソン満塁で三振してたし、よく決めてくれた。まあよく勝ちましたね。若い先発投手2人を中心に連勝したのに、相手に先制点を取られたら負けていてはなかなか5割に近づかないですから、とりあえず久しぶりのマツダスタジアム、最低でも勝ち越してほしいですね。立浪監督を批判する人もいるけど、やっぱりドラファンは立浪監督好きな人多いし、優勝して喜ぶ立浪監督が見たいよ。まだやれる、まだ優勝できる、だから全力で応援する。松田からカリステスタメンだとディカーソンなのか岡林なのか板山か外すの誰になるのか難しい選択。やはり細川が仕事してくれないとカリステの存在は大きいなと。さすが立浪監督、これからも長く監督をお願いします。中日は立浪監督でないと勝ち切る野球は無理ですので、ぜひとも来年も再来年も監督を継続してください。優勝するためにも立浪監督でないと難しいと思います。頑張れ中日、頑張れ立浪監督。細川は数字はすごいけど
前半戦以外は印象に残るバッティングしてくれてないような気がします。カリステは審査からって感じで頼りになります。移籍の中田より生え抜きのビシエドの方がマシというか、ボンダでも今までの旧剣度から許せる気がしますが、どうなんだろう。連勝したしスタメン野手固定でいいのかもね。連戦だと問題がある。田中も中田も入ってないし、カリステもしばらくはスタメン諦めてベンチスタートで温存しつつ体調万全を待ちたい。村松と福永の 1.2 番は4月の三好と三木屋みたいにワクワクします。しっかり機能しています。で、周平がバント職人したり、助教次第ではヒットを打ったりとうまく機能しています。リズムが特に良いこの3連戦の13番、お願い変えないで。やはり絶対的守護神がいるということはすごいアドバンテージなのだと再認識させられた。1点差の最終回を任せれるって本当にすごいことなんだ。辰波さん、ナイス采配でした。中田はあの場で打つために取ったんやから打ってほしかったですね。みんな素晴らしかった。熱発という言葉あることも知らんと叩いてるのがおるわ。